どうもエメマンですエメマン。エメマンと言えば <laughs> 明「明日があるさすがある」「若い僕には夢がある」若くないっすねすいませんもう夢ない夢ない 僕夢ないっすね <laughs> 夢がないんですよ夢ありますかそう夢 <laughs> 夢ないっすねそうドリームアカデミアっていう塾やってる塾長夢ないみたいなね <laughs> いいんですよ夢を叶える塾で塾長はもう夢を叶えてるわけですからそう夢叶えちゃったんですよねすいませんあす まあ今回はあの明日「明日なんかねえよ」っていうね「明日なんかねえよ」っていう <laughs> いや僕がねほんとラッキーだったなと思うのがまあ今40ですけどもうんまあこの年で、まあ、パソコン1台でね、まあ、自由な生活みたいなの憧れてて、まあ、それ夢だったんですけど、まあ、それがね叶えられたっていうのがまあこれがね80で叶えてもねさすがにどうすか80で10ですっていう。 自由だけど身動きできないっていうね。<laughs> ベッドの上で身動き取れへんみたいなね。そう。なんか貯金、貯金100億円あるけど、ベッドの上で酸素マスクしてるみたいなね。100億何使うねんみたいな。<laughs> うん。まあ、あのね、今あの、あ、今日で締め切りですね。今日で。今日で締め切りです。L の部屋はね。 まあ『L の部屋』は今日締め切りなんでもう終わり、終わりです終わ。終わりじゃないですけどね、これ18時ぐらいか、公開するのはい。まあ、『L の部屋』お悩み、どしどしお越しください。はい、ただもう次ですからもう、すみません、これ番宣も兼ねてるんですけど、あの、これ『L の部屋』は終わって、もうすぐ、ドリームアカデミアトライアルコースっていうのはちょっとご案内していきますんで、はい、トライアルコースね、お試しいかがですか。 やっぱね流れまません、まあ、結構あの新規まああんまり新規いないんですよ僕正直まあ広告もかけてないですしまあ、YouTube の再生数見ていただくとねまあ、ご存知かと思いますけどそうあんまりその新規ないんですよねまあポツポツはもちろんいますけどで結構やっぱずっとこう見ていただいていてでやっぱあの この一歩がねねなななかかか踏み出せいいっていう、ね、どうどですか僕,僕の動画に出会って何年経ちました僕の動画に出会って何年経ちました僕の動画に出会って何年経ちましたも僕も髪の毛どんどんなくなってると思うんですけど <laughs> うんまあいいんですけどねまあよくないかどうすか <laughs> いいですか今のままでいや僕はね今のままでいいって思う人はまあいいとは思うんですけど 変えたいなと思うんだったら変えましょうよって話ですね。うん。いや、僕はね、ほんとびっくりしたんですけど、うん。この伝説はちょっとドリームアカデミアとはちょっと別の話なんですけど、去年ね、僕はあの、マフィア D っていう企画、これけ結構伝説、僕の中では結構伝説の企画を、なんですよ。で、最後、マフィア D を去年募集したんですよ。3年ぶりぐらいに。もうちょっとマフィア D はご案内しませんけど、 であの先月ですかそのマフィア D に入ってくれた子が700ぐらい上げてもう多分2,000万ぐらい上げてるんですよトータルでで体育っつってね半年っすよだからそのマフィア D 入る前は100万も上げたことなかったんですよで、まあ、あれよあれよとね、まあ、今年から広告ちょっと回し始めましてでまあ仕組みもできたんでね、まあ、あと広告回してこうやってるんですけど 先月700ですよ。で、広告費100ぐらいなん,んで、まあ、純利600万ぐらいですか。で、まあ、ほぼ自動ですからね。で、まあ、タイに行くっていうね。<laughs> で、僕も今年、タイに行きますんで、あのタイからお動画、しっかりお届けいたします。で、あとね、タイに行ったら、僕ね、そのコンサル生とね、対面で会ったことないですよ。顔も知らんし、<laughs> 顔も知らないですよ。まあそう、顔出ししてないんでね、その子。 その顔出ししてないんで、顔も知らないんですよ。<laughs> なんで、タイ行った時に初対面ですね。で多分、タイ行った時は対談動画、まあ、モザイクかければいい、対談動画撮ってくれるのかな。<laughs> でまあ、とりあえず、タイからお届けしますんで、動画。今年。で、来年、オーストラリアね。来年、オーストラリア行きますから。そう。だから結構、まあ、ちょっと、夢はないですけど、ワクワクはちょっと今年、一個増えたなと。まあ、来年はオーストラリア行きますけど だ海外もね、80、90になって海外もなかなか行きづらいじゃないですか。うん。だからまあ、早くいろいろやった方がいいと思いますよ。うん。まあ、あと僕良かったなと思うのが、やっぱ親孝行できたっていうのはね、良かったなとは思いますね。まあ僕も40で、親父がもう70ぐらいなのかな。そう。 ね、もう今からもう親亡くなられちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどそうずっと僕んちね、まあ、結構言ってますけどずっと僕んち軽自動車だったんですよ貧乏だったんででまあ前々から言ってたんですけどね、まあ、僕の動画をずっと昔から追ってくれてる人だったらまあ前々からちょいちょい言ってたんですけどまあ親に車プレゼントしたいですみたいなね そうまあそれもできたんでうん親父に「いや死ぬ前に外車乗れるとは思わなかったよ」みたいなまあ BMW のまあそんな高くないですよ32 320なんでそんなまあ高くないですけど300万か200万だったかなうんまあプレゼントしてねで親父がそのまあ息子からもらった車でねまあ今いろいろまあ 運転してるわけですよでもこれ80なったら、まあ、運転も多分もうもう,もうあと数年じゃないかなとは思うんですけどね運転できるのもねそうまあだから母ちゃんとまあいろいろすげえ言ってますねまああのガソリン代とか ETCETC の明細まあ僕のカード渡してるんで ETC の明細お結構乗ってんなみたいなね <laughs> ガソリンガソリン入れてんなみたいな あと車検とか保険も僕持ちですからだただですただ乗りですよそうでもねでもまあねまあ子供に金かけてくれたお金っていうのはねそんなんじゃまあ返せないですけどね飯代家賃代とかねまあ教育費とか全部もろもろ入れたらまあ結構な額じゃないですか何千万とかなると思うんでまあ全然ですけどね、まあ、全然なんだけど な家なんか1億円ぐらいの家プレゼントしたとかだったら、まああの、元以上になるかもしれない。<laughs> 子供にかけたお金以上になんか戻ってきたみたいになるかもしれないですけど、まあそこはちょっとすいませんで,できなかったですけど。<laughs> まあまあまあ、でも、いろいろ思い出作ってくれてるから、まあい,いろんなところに行ってるらしいんで。そう。まあまあ、ね、間に合わなくなりますからね。 明日ないっていうやっぱ僕がやっぱ年取って思うのがなんか本当にその年取ってまあ良かったなと思うところもあるんですようんやっぱ時間が濃くなっていくというかもうよりその死を意識するというかねなんか若い時なんかその死を意識するって難しいじゃないですか20代とかね20代で死意識しろっつっても難しいですけどもうなんだ平均寿命80ぐらいじゃないですか多分まあ100年時代とか言われてるけれども で、40っつったらもう半分ですよね。うん。まあ、これいつも言いますけど、でもその、70から80の10年とね、70から80の10年と、40から50の10年、これ全然違うくないですか僕ね、あの、今日なんですけど、あの、映画をまとめてるなんかサイトが、映画をすげえまとめてるサイトが、あの、YouTube チャンネルがあって、で、ブルースウィルスだったかな。 アルマゲドン。アルマゲドン知ってますアルマゲドンとか、ダイハードとかね。ブルースウィルスだったかな。いやね、僕、今ブルースウィルスもう70か80っぽいんですよね。でもなんか、病気にかかってるっぽくて。まあ、その、僕、知らなかったんですけど。で、なんかその、なんか病気になって認知症かなんかで映画もう撮れないみたいな。 どうすかダイハードどうすかめちゃめちゃ記憶にあるんですけど「ダイ・ハード」とか「アルマゲドン」とかねいやもうなんかあれですよ認知症になってもあれですよえマジかみたいなあそそんなそ,そんなに時代経ったんだなみたいな <laughs> まあ僕が僕アルマゲドンねすげえ僕あの記憶に残ってるんですけど3回映画館見に行ったんですよ でその3回映画館見に行ったのが実はあの学校の先生に連れてってもらったんですよアルマゲドンだから覚え高校1年生の時ですよ高校1年生の時にその女の先生に連れてっていただいてそう、まあ、これも,いいもういい,いいっすよね多分もう20年前で15歳の時だから25年前の話だよねだからもう事故っすよね大丈夫っすよね25年前あ時事故だよね 僕ね、青森山田っていうね高校青森山田っていうとこ行ったんですけどまあ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 ,あの僕僕下っ端だったんですよね日本一のまあちょっとこう卓球の高校でねで下っ端でまあいろいろご相談乗っていただいてねその女の先生にであの、夜中ですよまあ寮寮というかそこ寮その窓からこう出てね 夜中映画館に連れてってもらって <laughs> 見に行きました <laughs> すいません25年前ですけど <laughs> まあ本当はダメなんですけどね、うん、でその何すかあの泣きましたねアルマゲドン見てめちゃくちゃ思い出あるだから、うん、で3回ぐらいあるでその女の先生もアルマゲドン気に入ってちょっとまた行くみたいな「あい行きます」みたいな。 まあでもそういうシチュエーションだったっていうのもあるからすごくなんか映画見に行くなんかできないわけですよ普通はねだからすっげえ記憶に残ってるんですアルマゲドンブルース・ウィスもうあれですよもう年っすよ年いや僕もね今バーバーやってますけどそのうちどん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 年まあ年もとってますけど <laughs> だからまあ本当早めにねあの勉強して早めにやった方がいいと思います、うんまあ、だから今日あの明日から本気出すっていうなんかそういうのもあるんですけどいや明日からじゃなくて今日から本気出さないと流れますからね、うん、だから結構やっぱずっと流れてる人を僕見てるので。 まあ言い続けますけどね言い続けますしこう発信し続けますけどでこれから10年後ももしまあ、10年後は分かんないですけどあと何年後僕の動画見ていただいててあああの時みたいなねまあトライアルコースもまた値上げしてきますんで <laughs> まあアドバンスコースとか本コースに関しては、まあ、本コース120万まで値上げしましたし結構言われますからねもう手が届きませんみたいな言われることもありますから入っとけばよかったみたいなうん まず,まずはトライアルでねトライアルはすげえ入りやすいかん価格でねまあ値上げはしてきますけどでも入れる金額ですよ、うん、普通の大人であるならば普通の大人でまあ借金まみれでもう消費者金融からめちゃつまんでたらちょっとあれかもしれないですけど普通に働いてるんだったらまあ、出せない金額ではないですよまあ、今回ご案内する金額ねまあでもまた値上げしていくんでうんあれですけど まあいいんですよ別に僕の塾入んなくてもね教材も買わなくてもいいんですよただ僕が言いたいのは僕を見てるんだったら僕から習えようっていうね <laughs> すいません <laughs> めちゃめちゃあの当たり前の話なんですけどいや僕の動画見てるんだったら僕から習った方がいいんじゃないですかみたいな別にいっぱい今発信してる人いっぱいいるんじゃないですかうん ただ僕はねこのマニアックチャンネルですよめちゃくちゃマニアックじゃないですかこのチャンネルどう考えてもどう考えてもマニアックでしょそんなあなたもマニアックなんですよだから僕から習うしかない <laughs> <laughs> でもありがたいことにやっぱあの何すか、うん、ドリームアカデミアはもう7年ぐらいこうやってますけども まあ結構ね、まあ、全員じゃないですよ全員じゃないですけどもやっぱ結果こうね1億プレイヤーも生まれましたからうんそういやでもねあ,あの全く想像してなかったですけどね僕はあの最初からサポートしてるのでパソコン初心者で右も左も分かりませんみたいな感じだったんですよ最初。 でそんな人が1億プレイヤーになってるわけですからでもはやね塾長の売り上げを超えてますからね普通にうんそうまあそれはそれでいい全然いいことなんでねだってあの僕がいくら稼いでますとかまあ確かにその何すかねせブランディングとか何すかねな,なんだろうな影響とかね影響とか影響力とかブランディングの上で 僕が稼いいいででますすっっててううのははは、まあ,あっても悪くはないとは思うんですよ、ね、たまに僕も本当にたまにいくら稼いでるかっていうのはたまに公開するんですけどレターでね、まあ、恨めるままでしかあんま公開しないですけど <laughs> まあまあ一応一応稼いでるっちゃ稼いでますけどねたまに見せますたまにそ<う>でもね前結局僕もこの業界長いので,でなんであんま出さないのかっていうと結局ねいたちごっこなんですよね なんかか。出すすじゃないですかスクショ出すじゃないですか。ねスクショ出すじゃないですか。で、その偽造してんじゃないかみたいなね。<laughs> だから昔、僕、セミナーやってた時にね、セミナーやってた時に、セミナー参加者の、この前に、セミナー参加してくれた人に対して、もうね、もうログインから見せて、えこれ、当時、ペーパルか、ペーパルの1500万ぐらい上がってるやつね、上がってますよみたいな。 見せたこともありますけどねもう生でねネット上だとまずそういうふうに言われるわけじゃないですか <laughs> だから何なんだろうみたいな証拠出せ出したら偽造じゃないかって何出せばいいのみたいなねそうまあぶっちゃけそのネットの画像ってまあぶっちゃけその偽造も本当できるわけじゃないですか じゃあもうリアルでセミナーやって目の前でログインしてこう見せるしかないですよねその証拠を見せるっつったらねうんでもまあその証拠を出せっていう人はセミナーあんま来ないじゃないですか <laughs> <laughs> <う>まあまあまあとりあえずまあ僕はね僕のやり方で、まあ、ライズアップ式って言ってるんですけどお客さんの声をこう出していくんでだって僕がいくら稼いでてもあなたが稼いでないと意味なくないですか 自分が稼げるか稼げないかっていうところがあれじゃないですかうんだかまあこれからも一人でも多くね、まあ、熟成さんから稼げるようになった人を排出してってでそれでまあなんか対談とかねだから今年もし可能だったらまあそのそのとこあそれはこそ,のその子はコンサル生ですけどその子顔出ししてないんでねどうなんだろうな まあ僕とつながってるっていうのもあんまり言わない方がうんまあ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 でも体育からね多分まあちょっと交渉しますけどねそう <laughs> お願いします」みたいな <laughs> イ「インタビューお願いします」みたいな <laughs> まあとりあえずあのドリムアカディミア捉えるコース募集してきますんで。 あの変えたいっていう人は明日はないよとでも明日はないぐらいの意識でやってた方がいいと思いますけどねうんそう,そうなんかそのデッドラインないと本当なまあ僕もやっぱ意識してるのがやっぱそこなんですよね常に意識してますねいや僕とまあね僕1982年生まれで今40ですけどもだからその「アルマゲドン」とか 高校生の時に見てるぼ僕年代アルマゲドン見てなんか涙した人とかブルース・ウィズもあれですからね本当にもうおじいちゃんになってますからねマジかみたいな「そうダイ・ハード」とかね「金曜ロードショー」とか土曜「土曜ローガ劇場で」でもう食い入るようにダイ・ハード見ててうわーみたいな見てましたけどいやーマジかみたいな。 そんんなな時間経ったんだなんかその時の映像っていううブルース・ウィリスそ,それで残ってるわけですよね頭の中にそれで保存されてるのでもうそんななっちゃったのみたいなうん,なんか昔そのそ「タイタニック」とかねまあでもデカプリオは結構あれですからねデカプリオなんか,かまだちょっと年取ってる感じしないですよね「タイタニック」とかね「タイタニック」もいつぐらいだろうあれ相当古いですけどね そうなんかあの昔の,その,そ,のみその影響を受けたハリウッドスターがあそうインディ・ージョーンズですよインディ・ージョーンズもねそう金曜ロードショーとか土曜狼楽劇場「さよならさよならさよなら」みたいな「日曜洋ガ劇場ですよ」「これ知ってる人い,るいます?」「知ってるんだったら年代さよなら映画って本当にいいですねさよならさよならさよなら」っていうねこの方もちょっと亡くなっちゃいましたけど。 インディ・ージョーンズっすよ。インディ・ージョーンズあーあの。でもあの方結構もう年と、な80か70か80ぐらいかな。もう結構なんかすごい若い感じしますけど。<laughs> いやー、あっちゅうますね。あなんかあの鮮明に、僕はあのインディ・ージョーンズのあのなんか、そのトロッコのやつが好きだったんですよ。トロッコ。なんか地下で。 ちょっと若い子分からんけど思いますけどその地下でこうやってねでそのすげえ印象深かったのがその虫がめっちゃいいんですようわーみたいなめちゃくちゃ虫いるんですうわーみたいなそれあれなんだっけな真急な,なんかあの地下のやつインディー・ジョーズのエジプトかなんか地下のやつですね、うん、いやでもあれすごかった面白かったなあっという間ですよ本当あっという間人生 うん、だからあのお金稼ぐことも大事ですけどお金使うことも大事なんで <laughs> 使えなくなりますよ。うん、だから早く稼いで、まあ、その稼ぐ金額はね、まあ、ご自身で決めればいいとは思うんですけど、まあ、少なくても100万ぐらいは稼げるようになればしかもネットでねネットでですよリアルでこうやってるとねやっぱ時間的なところあるじゃないですか。 多分リアルな営業職やってて100万給料もらってる人ってまあ普通にいると思うんですよ。だけど結構大変だと思うんですよね。うん。だからまあネットを使ってこうお金を稼ぐっていうスキルがあった方が時間とお金の部分ここね。まああとはまあレバレッジかけるんだったら広告かけるっていうこともできますからね。うん正直広告も大企業も全部ネットに来てますからねほとんど今。 うん、だから昔に比べると YouTube の広告の種類もめちゃくちゃ増えましたからね大企業もガンガン YouTube の広告動画広告出してるしすごいもう,もうネットですよ広告イコールネットみたいなもはやうんだそれぐらいネットにこうみんな集まってるわけですよねてかもうネッ,トなくネ,ネットないと生きていけませんそもそもだ僕がネットビジネスをずっとこう言ってるのはネットがなくなりようがないじゃないですか ネットがなくなるってことありえますなんかそのどうせやるんだったらですよ僕はいつも思うんですけどどうせやるんだったら絶対なくならないっていうまあ絶対はないかもしれないけど絶対はあるよねって僕は思うんですよ、ね、絶対っていうといや絶対なんかないですよっていう人いると思うんですよでも絶対はないけど絶対はあると思うんですねネットはなくならないとアマゾンもなくならないとしどうですか アマゾンなくなりますあれもネットビジネスですよ。ネットで通販じゃないですかアマゾンなくならないでしょ、多分。10年後アマゾン破産します。20年後アマゾン破産します。でもあなたの会社はね、破産するかもしれないですよ。うん。なんかそのネット、なくならんでしょ。うん。って思うので、 だ昔の言葉で言うならばね、手に職をつけろみたいな、あるじゃないですか。どうせ手に職つけるんだったら、ネットでこう稼ぐ、収益上げていくっていうのを、本当にもうマスターした方がいいと思います。で、あとは、リスト、僕が、そのリストマーケティングっていうのはなくならないと、これも思ってるんで、うん、顧客リストを獲得して、しっかりとこう売っていくっていう、このもスキームに関しては、なくならないじゃないですか、多分。なくなります。 多分なくなってますけど <laughs> うんそうあとなんか情報ビジネスコンテンツビジネスは終わったみたいなその10年前ですねなんか情報僕情報商材完全バイブルっていう本出してますけどもう十何年前にその昔一番本当に情報商材バブル時期があったんですよ PPC 広告でイケイケなレター通せた時があってその直撃で23万の商品が売れた時期があってその時めちゃめちゃバブってたんですよ だけど PPC 国告の審査がすげえ厳しくなってそのレターが取んなくなったんですよでそのあたりでもう情報商材は終わったって言われてたんですよもう情報ビジネスまあ今はコンテンツビジネスとも言いますけどだから情報ビジネスコンテンツビジネスはもう終わった10年前に終わったってもうみんな言ってたんですよえ先月コンサルタント700万ですからってね <laughs> <laughs> しかもそのコンサルセ、別にネットビジネス18年やってないし、1年半ぐらいノウハウコレクターだったしね。1年半ぐらいノウハウコレクターだったし先、去年の12月までは、去年の12月までは100万も稼いでなかったわけですよ。先月700です。うん。僕は情報ビジネスなくならないと思ってますからね、コンテンツビジネスは。絶対なくならないと思ってる。僕はね。あなたはなくなると思うか分かんないですけど。 ずっと売れると思ってますね。だって情報必要だもん。情報絶対必要ですもん。うーん。そう。だからテレビ買ってもね、そのまに情報映んなかったらいります、そのテレビ。テレビ、薄型のテレビ、50インチ、60インチ、100インチのテレビ買いました。でも情報映んない。ニュースも見れない。ね。ネットフリックスも見れない。そのテレビ買います買わんでしょう。置物100インチの置物のテレビ買います買わんでしょう。 情報必要なんですよそれが映画コンテンツその映画の情報なのかニュースの情報なのかねあお笑いの情報なのか、ね、それがその映像化されてるのかテキスト化なのか写真なのかまあいろいろありますけどまあなくならないですねうん,う,うんだからお笑いとかもなくなんなくないですか,かあれも面白い話じゃないですかなんかざっくり言うとお笑いって面白い話ですよね どうすか <laughs> 面白い話は終わります終わんないでしょ、うん、ホラー映画とかもありますけどねホラー映画もなくならないでしょそう、うん、昔貞子ってありましたけどね貞子あの恋愛恋愛あんま僕好きじゃないんですけど恋愛映画なくなんなくないですか <laughs> どうですか胸キュンするやつ なくならないでしょ100年後も多分恋愛映画ありますよ多分 <laughs> だからなくならないものって何なんだろうって考えてやった方がいいと思いますけどねやっぱもう出てますけど10年後になくなる職種多分タクシーとか本当なくなると思いますよタクシーの運転手とかだって自動運転絶対なるじゃないですか、ね、それが何年後に全部自動になるか分かんないですけど もうタクシー運転手とかきついっすよ多分自動運転になりますからねうんそうまあ何年後か分かんないですけどね、うん、だもうすごいですからねなんかなんだってソフトバンクのプレゼンだったかソフトバンクの決算発表かなんかの,あのプレゼンでその自動運転の技術そのソフトバンクが今投資している会社の,その自動でそのなんか認識してこうやるっていう その今どこぐらいまで行ってんのかみたいな何かそういうのあったんですけどすごいですよ今本当にそのセンサーの精度がすごい高くなってるわけですよこれからもセンサーの精度がすげえ高くなるしうーんそうまあでもね日本はねタクシーのそのなんかいろいろなんかあれがあるんですよねなんか <laughs>。 なんんかあるんですよね <laughs> だからちょっと自動運転普及日本は分かんないですけど普及が遅いだと思いますけど、うん、まあまあ時代はどんどん変わりますのでなくならない時代がどれだけ変わってもなくならないものって何だろうって考えてそこに全力をかけるっていうのは結構僕は大事だと思いますけどね、うん、常にそのなくならないものそして資産化資産化できるもの僕が YouTube やってる理由はもう資産になるからですよね 別にまあこれリアルで撮ってますけどねあの昔撮ったやつも回ったりとかするわけじゃないですかだか僕が働かなくても YouTube の僕の動画が喋ってくれるわけですから、うん、だからもう資産性があるものにとにかく全力を注いでいくっていう、うん、まああとステップメールとか資産になりますからその仕組みが資産になりますからその仕組みが作れ勉強して仕組みが作れるようになればあとは入り口はお金かけるのか無料でやるのかっていうところでもあるじゃないですか ここの仕組みが資産になるわけですよね。自動でステップメールが流れて自動で売れますじゃあそれを入り口フェイスブック広告なのか PBC 広告なのか YouTube 広告なのかまあいろいろありますけどもうそれだけじゃないですかと <laughs> はいまあいろいろ申し上げましたけど、まあ、トライアルコースね募集してきますんで広告期待くださいではあ L の部屋ねあの応募お待ちしておりますそれはお金かかんないですから